求めさせていただいています。これはいつも時間がなくなってしまうので、スムーズにやらせていただいて、今日はできるだけ会場の方からですね、質問いただけるような会にしたいなというふうにも思っております。そういった意味でちょっと整理をここでしておきたいんですが、回も重ねまして第1回それから第2回というふうにやっております。今回論点整理をさせていただきまして、皆様の手元の方にはですね、まだちょっとお配りはしてないんですが、一応確認できたような、内容、それから、ですね、講義中事項と、言ったことをですね、ちょっと水かけ論になってしまっているところもあるので、これは一応討議中の事項、それからですね、まだヒアリングできてない追加的な内容といったところで、特にですね、この2番と3番を中心にですね、今回第3回というものをさせていただければなというふうに思っております。その前にまずですね、今日省庁の方わざわざ、機密保護法に関する法律案のポイントということで、実はペーパーを作ってきていただきました。で、訪問法案もですね、今回きちっと出ましたので、省庁レクの形をとっております。ぜひ最初ですね、10分弱ぐらいでもう一度ポイントをですね、今日はおさらいもありますので、説明していただいてスタートということにしたいと思います。で、改めまして今日呼びかけ人を代表して、まず福島議員の方から一言ぜひご挨拶いただければと思います。よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。この超党派の議員と、市民の勉強会も5回目、行政交渉は3回目になりました。で、初め、政府は、原発は秘密保護法の対象にならないと言っていましたが、この行政交渉の中で原発の行動もテロ対策上秘密指定されうるというふうになったり、あと共謀の場合は一体共謀の段階で何人に触れたかというのはどうなって、捜査はどうなるのという、裁判どうなるのということも含めていろんな回答があったというふうに思っています。反対も半分以上、新聞報道の世論調査では慎重審議を求めるという国民が 82% です。私たちは分からない、まだここどうなるのどうなるのっていうのは分からない部分も分かってきたことと、でも本当に分からない、あるいは国民の皆さんにまだまだ伝えきれてないことがたくさんあるというふうに思っています。今日第3回目の省庁交渉、しっかりやってですね、何が分かり何が分からない、あるいはどこが特に問題なのか大きくアピールもしていきたいというふうに思っています。今日2時間が本当に有意義なものになるように、そして行政の皆さんも市民の皆さんも集まってくださった皆さんも本当にありがとうございます。質問をしっかりやった後、またいろんな討議ができればと思っておりますので、これは超党派の勉強会ですが、個人的にはやっぱりこの法案ダメだと、こんな法律作ったら民主主義壊れると私自身は思っております。どうか今日の省庁交渉よろしくお願いいたします。ね、第1回目から第3回目の方、私の事務所の方が責任で記事録も作らせていただきました。恣意的な内容が入らないようにですね、全ての発言そのままテープから起こして、議事録を作るという形スタイルを取らせていただいています。こちらの方、私の事務所の方のホームページにもアップしておりますし、各事務所の国会事務所の方にもですね、配布させていただく形であります。そんな中で、今回のですね、省庁交渉、実は国会議員の質問活動なんかにも大いに使われるということを期待しております。さて、省庁の方、せっかく今回、ポイントということで資料を作っていただきました。改めましていろんなことが明らかになってきてますが、今一度ですね、本件の秘密、特定秘密の方に関する法律案という形でもってですね、10分弱ぐらいお時間を使っていただいて、こちらのですね、皆様の方にお手元にお配りしているペーパーをですね、ご説明していただければなというふうに思っております。その後、私の方が代表して質問し、できるだけ会場からの質問を今日受け付けるという形で進めていきたいと思います。よろしいでしょうか。それではぜひこちらの方ペーパーの方ですね、ご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。おはようございます。内閣情報調査室橋場でございます。よろしくお願いいたします。お配りしております、特定秘密の保護に関する法律案のポイントという1枚のものとですね、それに付随しております説明資料という表紙のついて後ろに4枚資料がついているもの、これを参照しつつ説明させていただきたいと思います。ちょっと着席で失礼させていただきます。
法律案のポイントとしてはですね、この紙の中に黄色い色をつけたところ、上から特定秘密行政機関の長が指定、特定秘密の取扱者の制限、行政機関内外で特定秘密を提供し共有するための仕組みの創設、特定秘密を漏洩した者等を処罰する、罰則ですね、これが大きなポイントとなっておりますので、順次簡単にご説明させていただきます。まず特定秘密につきましては、ここにありますとおり行政機関の長が指定するということをその仕組みとしていますが、もともと国家公務員法上、職務上知り得ることのできる秘密ということがございまして、我々公務員にはいわゆるその守秘義務が課されているというところでございます。で、今回この法律の中で、定めております特定秘密はですね、もともとございますその秘密の中でも、より重要ということは適切かどうか分かりませんが、より範囲を限定してですね、固く守っていこうという考え方で、ございます。で、その何が特定秘密かというところが右側の緑色の四角のところに書いてあるところでございます。安全保障に関する情報で、赤い四角のところ、次のいずれかの事項に該当ということで、4つの事項を掲げていまして、法案で列挙する事項と書いてございますが、これの詳細がですね、もう一つのその説明資料表紙を1枚めくっていただきますと、緑色の字で、1番のちょっと下ですが別表というものがございます。これが実際の、法律案の中に掲げております別表の4つの分野事項で、ございます。第1号が防衛に関する事項、第2号が外交に関する事項、第3号が特定有害活動の防止に関する事項、第4号がテロリズムの防止に関する事項ということで、ございます。で、この1番に書いてあります通り、行政機関の長はこの別表に該当する事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与える恐れがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するという仕組みのとなっています。またポイントの紙に戻りますが、この米印のところにあります通り、指定の有効期間は上限は5年と規定しています。ただし更新は可能とオフにしています。その上で指定期間が通算でその30年を超えるような延長となる場合には、法律上では内閣の承認が必要と規定していますが、これは閣議決定を意味しておりますので、行政機関の長が5年ごとに有効期間を定め更新するというものよりかはハードルが高くなっているということでございます。また指定等の運用基準を定めるということも法律の中で規定しているところですが、その際には有識者から意見を聞いて策定していくということを規定しています。次がその取扱者の制限ということで、適正評価をクリアした者のみが特定秘密の取扱いの業務を行う。これは詳しくはもう一つの説明資料、次めくっていただきますと2ページのところに説明がございます。それぞれ法律の中で規定していることでございます。特定秘密の取り扱いの業務を行うことができるものは、ここで定めております適正評価によって特定秘密の取り扱いの業務を行った場合にこれを漏らす恐れがないと認められた行政機関の職員、もしくは契約業者の役職員、主には防衛産業等が考えられます。または都道府県警察の職員、テロリズムの防止も特定秘密となりますので、そういった業務に従事している警察の方々が考えられます。
こうした方々に対して、行政機関の長が適正評価を実施いたしますし、何を調査するかというのはこの資料の4のところに7つの事項をこれも法律で定めているところでございます。その下、米印、家族、格好空き家及び同居人についてはと、氏名、生年月日、国籍、住所のみの調査ということも法律の中で定めているところでございます。手続きといたしましては、こうした評価対象者に対してですね、適正評価を実施するということを伝えた上で、明示的な同意を取るということをしています。その上で、上記のような調査事項に関して調査を行います。調査の過程では、本人はもちろんですが、その上司関係者等に質問することもありますし、資料を求めることもありますし、公務所、公私の団体に紹介するといったこともございます。こうした手続きを経まして、調査評価を実施し、その結果は評価対象者に通知をすることとしています。その後苦情があれば適切に対応するということも定めているところでございます。でこの適正評価の過程におきましては、調査事項をご覧になられましても分かります通り、個人情報をその内部入手した上で調査するということになりますので、この適正評価の実施にあたって取得する個人情報につきましては、この適正評価の目的以外での利用提供を禁止するということにしています。その中で国家公務員法上の懲戒事由等に該当するというようなことが不幸にして出てきてしまった場合には、そういうものに関してだけ例外的に目的外での利用を禁止することのとはしないというふうにしています。次が3点目の行政機関内外で特定秘密を提供共有する仕組みでございます。説明資料の次のページ3ページでございます。安全保障上の必要によりということで、行政機関同士で提供する場合が一番、行政機関から契約業者に提供する場合が2番ということを説明させていただきます。行政機関同士の場合では、両機関で協議をし、必要な保護措置を講じた上で提供し、提供を受けた側でも取り扱いを行うということとしています。契約業者の場合は契約で定めるということをした上で、同様に必要な法措置を取り、契約業者においても役職員に取り扱える業務を行わせるとしています。以上がその安全保障上の必要での提供共有ですが、3番目がその他公益上の必要ということで法律に定めているということでございます。上の丸のところですが、まず1つ目は各議員等が行う審査調査で公開されないもの、いわゆる秘密会の場に提供するようなこと、それから不幸にして漏洩事件が起こってしまったような場合の刑事事件の捜査の場合に、特定秘密の保護に関して必要な措置が講じられ、安全保障に人身支障を及ぼす恐れがないと認めるときは、秘密を提供するとしています。次の点は民事訴訟法、それから情報公開個人情報保護審査会設置法、それぞれにおいて定めがある場合ですが、裁判所もしくはこの情報公開審査会において、いわゆるインカメラの審査が行われる場合には、そこに秘密を提供するということとしています。続きまして、次の説明資料、次のページのですけど、罰則、その他でございます。まず罰則についてですが、今一つ前の紙で説明いたしました、特定秘密を取り扱うことを業務とするもの、前の資料の1番2番の関係で、特定秘密を取り扱うことを業務とするもの、
につきましては、故意で、漏洩があれば最高で懲役10年の罰則が科すことになります。前のページの3番目として説明しました公益上の必要によりということで提供を受け取得したものが故意で漏洩した場合には最高で5年の懲役が科されるということになっています。これが漏洩に対する罰則ですが、外から犯罪等の行為によって取得する行為も処罰の対象としています。ここに掲げていますとおり人を欺き暴行を加え脅迫すると財物の摂取施設侵入有線電気通信不正アクセスとこういったことによって特定秘密を取得する行為につきましては罰則を処罰の対象としています。またこれら漏洩または取得行為の未遂共謀共作扇動につきましても先行法令の例に倣う形で処罰するというふうにしています。最後のその他のところですが1点目につきましては特定秘密、2行目から先になってしまいますが特定秘密の指定等に関して政府全体としてその統一的な運用が図れるように恣意的な運用が行われないようにということで基準を定めることにしていまして、その基準を定めるに際しては1行目にありますような安全保障に関する情報の保護、情報公開、公文書管理等に関する優れた知見を有する方々の意見を聞いた上で定めていくとしています。また法律の適用にあたっては拡張解釈を禁止し国民の基本的人権を不当に侵害しないということを述べるとともにですね、国民の知る権利の保障に資する報道の自由または取材の自由についても十分配慮するということを明記しております。その上で出版または報道の業務に従事する者の取材行為については正当な業務による行為として処罰の対象としないと、もちろん法令違反または著しく不当な方法によらないということが前提となります。その他は公布の日から1年以内で施行していくということ、自衛隊法の防衛秘密に関する規定はこの法律に引っ越しと申しますか吸収する形になりますので自衛隊法における規定は削除するということ、それから先に説明しました運用基準の作成といったですね、政府全体に関わるようなことということを内閣官房においてできるようにするということもありますので内閣法を一部改正して内閣情報官が特定秘密の保護に関する事務を処理できるようにするということを定めてございます。以上駆け足ですが法案の概要についてご説明させてありがとうございました。法案の方も今回ですね、ご提出いただきまして、これが具体的な応募法案になりますので、皆様の方でご覧いただいていけばいいかと思います。さて、これから質問をまとめてですね、また例のごとくやりたいと思いますが、時間の関係で、今回も少しまとめてですね、ブロックにして質問をさせていただければと思っています。で、この質問に関しては、事前にですね、所長の方にお配りしておりますので、回答用意していていただけるのかなというふうに思っていますので、順次そちらをご回答いただければというふうに思っております。さて、枠組みとしては、前回から使っている軸で、法律概要、立法経緯というところからいきたいと思います。3点まとめて、お聞きしたいと思っております。で、1点目なんですけれども、実は内閣情報調査室の論点ペーパーで、開示できる部分とそうでない部分、ですね、精査して、公開をできないものだろうかと、こんな話が実は前回の質問等にも出ておりました。で、可能かどうかという可否と、それからもし可能であればいつまでに出していただけるかなという確約をですね、してほしいというのがこれ1点目でございます。で、2点目はですね、秘密保護法の立法経緯として、公務員法、それから自衛隊法では機密の保全の抑止がですね、十分であるということが実は掲げられてますが、これらのですね、法律の改正ではそれに対応することができないのかと
まあ、いったところでございます。先ほどのこの法案の説明の中では、今後自衛隊法はですね、こちらの方に秘密部分は吸収していくということですけれども、まさにこれをわざわざ、まあ、作ってですね、いった理由というんですかね、あるいはこの自衛隊法、それから国民法の罰則強化、その他改正では対応できないのかといったあたりも、今一度ご回答いただければと思っています。それから本法がですね、施行された場合に、まさに公務員による主な漏洩事件は本当に防げるかどうかということであります。秘密指定することよりも、秘密の保持運用とか教育に力点を置く方が必要ではないかと。これ一体どういうことかと言いますと、これもちょっと前回お話ししたかもしれませんが、今回の本会議の方でですね、安倍総理の方が今回の法律趣旨の一つとして、代表質問に答える形で5つのこれまで主な公務員による防衛上の漏洩事件があったと、こういう話を実は挙げております。これこの5つの内容をですね、官庁の方々に作っていただいたのがお手元というかですね、前に見えているペーパーの写しでございますが、実際はですね、これ防衛省の方が直接他国に対してですね、現金を報酬を得るというような形で情報を提供したというのが経緯でございまして、これ個々を見た場合に、自衛隊法とか公務員のですね、守秘義務、そういったもの、あるいはもしかしたらこの特定機密の保護に関する法律という以前にですね、そもそも個人がやってしまっている内容なので、教育であったりだとか運用保持そのものですね、そちらの方の方が、適切ではないかと、わざわざこれを理由にしてこの法律を作ったというところはどうなのかという話をですね、質問させていただければと思っています。3点まとめてお答えいただけますでしょうか。よろしくお願いします。はい、内閣情報調査室橋場でございます。引き続きお答えさせていただきます。まず1点目の点についてですが、ご指摘のそのペーパーについてですが、これは政府部内での検討のペーパーでございますので、公開することは考えておりません。それから2点目につきましては、国家公務員法はですね、一般職の公務員の守秘義務を定めているものでございますので、特別職の公務員、それから契約業者について規定をしたりとかですね、秘密の管理のための措置についての規定を置くことはできません。また自衛隊法につきましては、自衛隊について規律するもので、ございまして、防衛以外の安全保障に関する事項であって、特に秘匿することが必要な情報の保護についての規定を置くことはできません。それから3点目ですが、この法案におきましては、適正評価制度の導入などもですね、特定秘密の管理の厳格化を図るといったほか、特定秘密の漏洩罪等を設けまして、これに相当程度重い罰則を科すことなどとしております。こうしたことによりまして、特に秘匿を要する政府の重要な情報の漏洩事案の発生を防止する効果はあると考えています。また職員のその意識改善とかですね、情報システムの改善といったことにつきましては、これまでももちろん取り組んでいるところではございますが、こうしたことを含むさまざまな対策をですね、さらに総合的に実施しまして、こうしたことの効果を重ね合わせて漏洩事件を防止していきたいと考えております。ちょっと論点をですね、もう一度整理するために、国会議員の方ちょっと中心にですね、5分間だけ各項目についてやり取りした方がいいかなというふうに思っておりますので、どなたか今の省庁のご回答に対してですね、もうちょっと掴んだご質問とかご意見があったらいただきたいんですけども、よろしいですか。じゃあ福島さん、まず第1点、論点ペーパー出さないということなんですが、役所はですね、この法案を閣議決定して国会に審議をお願いしますと言いながら、
議事録も公開しないし、メモも廃棄してるわけですね。論点ペーパーぐらい出してくださいよ。前回はこれを出せるものと出せないものと精査するということについて検討するということだったと思うので、なんで出せないのか、論点ペーパーすら出せないっていうのは全くおかしいと思います。それ1点、論点ペーパーすら出さなくて国会に論議してくれておかしいじゃないですか。何が論点なのか国民に明らかにしてくださいよ。2回目は、よく尖閣のビデオ流出が理由で5つの中の1つが最近ある尖閣なんですよね。でもあれはその内部の海上保安庁の中で見ることもできたし、参議院の予算委員会の理事懇で私たち見ましたし、最終的にはメディアを通じて報道されたわけです。むしろ報道すべきだっていう意見もすごく強かったじゃないですか。あれを理由に秘密が漏洩したら問題だっていうのは全くおかしい。立法趣旨と合わないと思いますが、いかがですか。じゃあ、すみません、ご回答いただけますでしょうか。1点目の論点ペーパーのお話ですけれども、まさにその今日の法律案のポイント、あるいは説明資料という形でお配りをさせていただいて、説明させていただいておりますし、あるいは国会の場、あるいはこういう会合の場で、さまざまな説明をさせていただいております。で、一方、論点ペーパーにつきましては、政府部内での検討のペーパーでありまして、公開することは考えておりません。それからその、よろしいですか。尖閣の事案でありますが、これは前回の会合でも説明させていただいたものでありますが、まさにこの尖閣の事件というものが、いわゆるインターネットの中で一度その情報が漏洩をすると、それが直ちに拡散をすると、そういう意味で、いわゆる本法において保護すべき秘密についてちゃんとした保護措置を取らなきゃいけないと、そういうその契機となったものであるとは考えております。結局みんなが見ることができたわけで、見るべきだということであったわけで、あれ秘密指定すべきものではなかったわけじゃないですか。何の理由にもならないですよ。それからなんで政府内で作った論点ペーパーを国民に明らかにできないんですか。どうぞよろしいでしょうか。政府内のペーパーで作成したものをもとにですね、さまざまなその分かりやすい資料をこういう形で、お示しをしていただいているわけでありますし、あるいはさまざまなご質問に対して、お答えさせていただいているところであります。だから出していいじゃないですか。論点ペーパーを出せない理由は何もおっしゃってないですよ。まさにその我々としては今日もさまざまな論点に関して回答させていただいて、こうやって話をしてくださったり、こういう根治を示してくださることは分かります。だったら論点ペーパー出せばいいじゃないですか、より理解を深めるために。だから論点ペーパーすら出さないところが秘密だと思っちゃうんですよ。出せない理由についておっしゃってないじゃないですか。理由については政府部内での検討のペーパーでありますので、公開することは、だって政府部内で検討したことがどういうものか国民は知る必要があるんじゃないですか。国会議員は知る必要があるんじゃないですか。検討の結果についてはこういう形で、今日の会合でも検討の結果、こういう論点のところに関しては様々な形でご説明させていただいているところであります。だったら元の論点ペーパー出してくださいよ。それは政府内の検討ペーパーでありますので提出予定は、だから政府部内の検討ペーパーが、でも政府部内の検討ペーパーをどういうふうに政府が検討したか国会に明らかにしてくださいよ。それすら国会に明らかにしないっていうのはおかしいですよ。見えないじゃないですか。いかがでしょうか。ぜひ論点ペーパーの方ですね、家庭なんで見ちゃいけないことが書いてあるということなんでしょうか。その辺はなんか政府内で検討しているペーパーなので、その公開することを予定していないという、まさに それを申し上げているものであります。わかりました。もうすみません、
これだけでやってもですね、ちょっと平行線でありますので、まあ、こういう政府側の、まあ、立場というか考えだということは確認したということで、次の質問に行きたいと思いますが、まず立法の概要、経緯、これも非常に大事なんですけれども、これぐらいで次の論点の方に移らさせていただいてよろしいでしょうか。はい、そしたらですね、秘密の指定範囲という、まあ、あの中身に関していきたいと思っています。で、2の1の質問でございます。これちょっと例えばのケースで挙げさせていただいた内容、挙げる内容なんですけども、例えば A 国ですね、ある国と密約を結んでいました。で、その密約自身がですね、特定秘密に指定されるべき事項であったとしますと。そうするとですね、例えば国会からですね、その A 国との密約についての資料を例えば求められた場合ですね、国会法では国会に重大な利益の悪影響を及ぶ上での内閣の声明があった場合には報告または記録の提出をする必要がないとありますけれども、本ケースまさにですね、密約があるという内容の中で特定秘密に指定された場合はどうなってしまうのかと。で、まあ、ポイントを3点ぐらい挙げさせていただいたんですけれども、つまり特定秘密のため提出できないというふうに回答いただくのか、または内閣がですね、A 国との密約はあるんだと、そういうふうに声明を出した上で資料の提出を、まあ、拒否するということをするのか、いやいや A 国との密約が特定秘密ではなく存在しないと回答されるのか、ぜひこのあたりをですね、いただければと思っております。一問ずつやると時間ないんで、まとめていきたいと思います。それが1点目です。2点目、自衛隊法と秘密保護法では秘密の範囲について、まあ、関するということがあるないで大きく間違うと、これ前回の論点になったんですが、この理由は何かといったあたりをですね、もう一度確認今回させていただきたいと思います。訪問法が出ておりますので、これも見ながら確認させていただければと思っています。で、2の3、いわゆる論点2の3点目ですが、例えばですね、気象庁、海上保安庁、資源エネルギー庁、これ原発関係がありますので、国税庁長、長官等ですね、まさに行政の庁ですので、秘密の指定を、まあ、今回特定機密ということでできると思います。で、国民の代表たる大臣が指定するのであれば、秘密の指定について、まあ、例えば民主的な統制が効く余地があるとは思われますけれども、一般の国家公務員にあたる各省庁の長官クラスが指定可能ということになれば、まあ、役所の都合による恣意的な運用が行われるのではないかと、まあ、この点についてはどう考えるかと。いわゆる戦時中はですね、気象庁の情報すら出なかったというような内容が前回皆さんの方からもご質問であったんですけども、非常に関心の高い部分だと思っています。4点目、少しちょっと内容が多いので2つぐらいに切りますが、4点目、厳重に管理されている秘密情報が、例えば第三者のマスコミや市民に渡っている場合で、管理を害する行為に該当しないケースというのは具体的にどのようなものに、まあ、当たるのかといったあたりですね、そのあたり。それから、2の5、はい、じゃあここまでですね、4つなんですけども、ぜひまとめてお答えいただければと思います。よろしくお願いします。まず2の1でありますが、密約のその意義と言いますか、ここで書いてあるちょっと仮定の話なので、これに関してちょっとお答えする話ではなくて、あくまで一般論として、どういう状況になるのかっていうのをお答え申し上げますと、本法案が施行されますと、その特定秘密を保護するために必要な措置が講じられることとなれば、その現行の中ではその国会法の第104条の3、第3項の規定による国家の重大な利益に悪影響を及ぼすものとして声明を出さざるを得ないと考えられる場合についても、国会の求めに応じて特定秘密を提供することが可能となると、そう考えております。それから2の2ですが、自衛隊法とそれから本法のその規定の差異ということでありますが、まさに防衛秘密制度におきましては、ここでその条文がプロジェクターでも出ていると思いますけれども、自衛隊についての別表第4に掲げる事項であってと、でその事項を指定するという条文の規定の仕方になっております。一方で本法におきましては、その下の方に第3条という規定があると思いますけれども、別表に掲げる事項に関する情報であってと
という形で、その指定の対象をその本法の中では指定とか提供とか保護の対象となるその特定秘密の対象をその情報であるという形で規定をしておりまして、それであることからその別表に掲げる事項に関する情報という表現を用いたものであります。あの防衛秘密の制度に関して秘密の範囲が変わるわけではございません。それから2-3でありますが、まさにその本法で、指定の対象とするその特定秘密の書き方ですけれども、先ほども申し上げたものでありますが、あの法律案の条文今日お配りしておりますけれども、3ページに第3条の第1項がありますが、そこでその当該行政、第3条の第1項3ページに当該行政機関の訴訟事務にかかる別表に掲げる事項に関する情報であって公になっていないもののうちという規定をしておりまして、こうした形でその訴訟事務にかかる別表に掲げる事項に該当する情報に限って行政機関の長が指定するものとなっておりまして、その指定につきましては外部の有識者の意見を反映させて作成された基準に基づいて行われることとなっております。その基準に関する規定はですね、分かるんですけども、問題は恣意的な運用を行える可能性が高いけど、はい、それについてはどうかというと、はい、そういうその基準に基づいて、行われる指定でありまして、まさに恣意的な指定が行われることはないと考えております。その訴訟事務に関するものがあればですね、別途に該当する個々のその役所のところの情報というのは、例えばちょっと気象庁というのはちょっとあまり普通は考えられないのかなと思いますけれども。ちょっと資源エネルギー庁はちょっと個々の訴訟事務私あまり詳しくないので、海上保安庁は例えばテロとかも当然扱っておりますので、国税庁なんかどうですかね。例えば通帳とか資金のやり取りを、まあ、税金の方から追ってる場合なんていうのは可能性あると思うんですけども、それは普通の捜査の話だと思いますので、そういうことはただすいません、ちょっと個別の訴訟事務はちょっと全部の省庁の把握をしているわけではありませんので、はい。それから2-4の管理を害する行為に該当しないケースという具体的にどういうものが考えられるかという話であります。ちょっと趣旨が若干ちょっと分からない点もあるんですけれども、まさに特定秘密を公務員が漏洩した場合とか、あるいはもう公務員がその秘密を漏洩ではなくて漏洩ではなくて言いますか、まさにその書類自体を落としてしまった場合、それで入手した場合というものがあると思います。ですね、これ条文だと管理を害する行為は全部違法になっちゃうんですよね。ということは管理を害しない方法って本当にあるのかなと思ってまして、ということは全部これ違法になっちゃうんじゃないかなっていう危惧があるんで、こういう質問になってます。25ページになりますけれども、そのここで書いてあるその取得罪、いわゆる取得罪と言っている行為の条文は、そのまず人を欺き、人に暴行を加え、もしくは人を脅迫する行為というのが一つのカテゴリーと、それからその財物の窃取、もしくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為、その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為とありまして、まさにその管理を害する行為の例示として、こういうその財物の窃取とか損壊行為とかいうものを前提としておりまして、そうでは途中ですいませんが、その他、特定秘密を保有する者の管理を害する行為なので例示と総括的なんですよ。で、管理を害する行為に該当しないケースってあるんですかってことなんですよ。
もらったら管理害してるでしょ。どうですか。メディアからもらったら管理を害する行為にならないんですか。何かこれどういう例があります。管理を害しないケースって。まさにそのここで書いてある例示で書いてあるような行為でありますので。などなどなどその他管理を害する行為に害したらダメなわけでしょ。保有するものの管理を害する行為にならない場合っていうのはどういう場合があるんですか。メディアから私が情報をもらったらそれ管理を害する行為ですか。それは先ほど申し上げてまさにお答えした通り、公務員が漏洩した場合というのはなりません。管理を害する行為っていうのはそのここで例示をしているようなそれと同じようなそのあくまで従ってその例示をしている話でありまして、その例えば 今おっしゃられていることっていうのは報道機関が取材をして逆に、どうかこういう情報あるはずだからあなた頑張って取ってきてくれっていうのはどうですか。私の参議院の先ですけど、無罪のそちらを擁護するわけじゃないんですけど、人を欺き人に暴行を加えるっていうのが例示であって、でこれのような例示のやってるようなことをやったのがその他の中に入ってくるんですね。例示があってその他だからその他の特定秘密、その他っていうのは法文上は上の例示が 1,2,3,4,5,6,7 つあるじゃないですか。ここが7つの事例であって、でこの7つの事例にこれが事例ですから、これに似たようなことがその他ということにかかってくるんで、多分そのことを説明してるんですよ。そういう、いやでもその他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為っていうのが、保有する者の管理を害する行為っていうものに当たらない場合にはどういうものがあるか。ですからそのまさにその先ほど申し上げようとしたんですけれども、まあ、報道機関が取材活動の中で、教えてくださいと、で、それで公民側がそれを、まあ、漏洩をしたというような場合は、それは別に ここで言う管理を害する行為には該当しない。ですね、ちょっと長くこれすみません、はい、ちょっとじゃあもう一回整理しまして、一応内容のですね、法律用語みたいなところもありますので、あまりちょっとこれをやっても水かけ論と水平線ですので、まあ、そういう議論がここで行われたということだけは記録に残りますので、はい、あとその他じゃあこの4点でですね、お答えいただいたということなので、ご会議の方中心にですね、ご質問ご意見この論点に関してあればまとめて、福島さんばっかりでも何なんで、ね、その他いかがですか。なければ福島さん、はい、じゃあ福島さん、密約の問題に関して国会の声明があれば特定秘密でも出すとおっしゃったんですが、これは現に例えば沖縄返還の密約に関してこれは存在しないというふうに自民党政権は言ってきたわけですよね。存在しないものをどうやって出すのかっていうのがわからないんですよ。それともう一つ TPP などは外交交渉あるいは秘密文書が漏洩するなっていう協定を結んでますよね。それを理由に政府は一切出しません。国会が言えばそれは特定秘密でも出すんですか。でも国会がどんなに言っても出さないじゃないですか。いや、まあ、てかとりわけ西山事件が例ですが、あれは秘密はありませんって言ったわけだから、それで出ないんですよ。密約は秘密はありません、密約はありませんって言って出てこないんじゃないですか。当時そのいわゆる密約と言われたものについては、前回か前々回 のこの会合でもご説明したように、徹底的に関連するすべての文書を平成22年に調査をいたしまして、その結果を調査報告書として発表いたしました。ですのでいわゆる密約と言われる該当するものには該当するものは見つけることはできませんでしたので、ないということになります。
ただアメリカで文書があり、吉野文六さんも認めたわけですよね。西山事件の控訴審では検察官は密約はないって言ったんですよ。ないものをどうやってさっき密約はですね、声明を出したら資料の提出をするっていうことになるんですか。ないものなんて出せないですよね。あのすみません、その調査した密約についてはもうありませんでしたので、文書としてないもの、ここではその特定秘密は、まあ、文書とかデータその他携帯するものですけれども、それにその表示をして、それを特定秘密と表示をして、まあ、保存保管をすると。ですので、もしその保存されたものであれば、あの今後先ほどご説明を内閣府からありましたように、内閣官房からありましたように、条件が整えば、この法律に基づく条件が整えば国会に提出させることができると。アメリカで文書が発見され、吉野文六さんも自分はこれにサインしたという密約を政府は認めてないわけですね。当時の調査でないですよね。でも、もうそんなの誰も信じない。だってアメリカで文書があって、当事者の吉野文六さんがあると言ってるのに、密約はないと今の時点でも言ってるわけでしょ。だったら、それって出てこないじゃないですか。誰が考えてもある密約ですよ。だって文書があって、当事者が認めてるんだから。でもないって言って出さないということなんですね。あの調査22年に、あれはもう徹底的にあの調査いたしました。ありとあらゆる文書ですが、そこで調査結果し、あの報告した通りなので。でもね、アメリカで分かりました、分かりました、今のも記録にきっちり残りましたんで、ちょっとまた別ラウンドで、これは大事な西山事件等ですね、沖縄密着。ただちょっとこれ論点としては、ということは、例えば2番の内閣が他国と その密約を認め、声明を出した上で資料の提出を拒否というご回答なんでしょうかね。ちょっとそこだけはっきりさせておきたいんですけども、こういうケースはいかがでしょうか。どうなるでしょうか。回答3になるんじゃないですか。存在しないと回答。そうすると特定秘密じゃないということに非常にわけはわからないんで、先ほども回答を申し上げたときに、密約の話っていうのはなんかについてではなく、その一般論として特定秘密のこういうその提出の求めがあったときのことに関してのお答えを申し上げているものであります。で、その場合なんですけども、まあ、外交交渉等は機密ということになったら、それ自身が密約ということになっちゃうわけですから、まあ、原則でこういうケースっていうのは外交情報に関してはもうほぼこのケースなんじゃないかとも思うんですよね。そうなった場合に、この特定機密はどういう扱いになっちゃうのかということは、外交機密との関係から言っても非常に今回重要な、解いておかなきゃいけない論点ではあるというふうに思うんですけども、内閣官房さんなのか、これを多分主として取り扱わざるを得ない外務省さんなのか、お答えいただきたいと思うんですけど、いかがですかね。あくまで一般論として、その特定秘密の取り扱いを申し上げているものでありまして、でその場合には国会法の通常、その特定秘密に関しては国会法の第104条の第3項の規定によって、国家の重大な利益に悪影響を及ぼすものとして声明を出さざるを得ない、そういうその対応になるのではないかということを申し上げております。じゃあ今の素直にお聞きしますと、密約はとりあえずあると認めた上で、そういう手続きをされるということでよろしいですね。先ほど申し上げたことの繰り返しになりますが、いわゆる密約については、その22年の調査の結果が全てであります。いわゆるその沖縄のこの話をしているわけではなくてですね、今回の特定機密に関する重要な内容をお伺いしているので、外務省さんとしてはこれどういう困っちゃうという回答でもいいと思うんですけどもどう我々として、その文書にもし特定秘密という表示をしました場合には、先ほどのご説明がありましたように、この法律に基づいて条件が整えば、国会に提出をいたします。ということは、じゃあ密約があるということを認めた上で、これは特定機密だということを国会に対して報告すると、こういう内容でよろしいでしょうか。いや、別に密約があるということを認めたとか認めないとか、そういうことではなくてですね、その文書の性質がいかにかかわらず、文書があれば、それでしかも特定秘密というふうにこの法律上指定をもしされればですね、そして先ほど申し上げたようなその条件が整えば、国会に
審査会等に提出をするということです。国会を提出しないでください。あと、じゃあのどなかじゃあご質問よろしいですか。はい、ちょっとあのなんか腑に落ちるところあるんですけれども多分これ以上は水かけ論になるかと思います。ただあの今日のご発言でいろんなことは実はもう一つ明らかになったではありますのでまとめていきたいと思っています。でそれではあの同じ論点のところで残した部分、ちょっと量が多いので一部割愛と後に移るということにしていきたいと思います。2の方をやりたいと思います。核物質防護に関する情報について前回のですね内閣調査室の参事官さんは、原発関連施設の警備等に関する情報はテロ活動防止に関する事項として特定機密に指定されるものもあり得るというふうにご説明をされておりました。一方でですね、野党のある政治家の方はテロ防止のための措置計画または研究に関する情報についてこれはテロ行為に関する捜査情報を意味しますと説明しています。でこの説明では原発関連施設の警備等に関する情報は特定機密に指定される情報とはならないと思われます。で内閣情報調査室と世界野党与党等では、これ異なる説明を行っているのかということなんですけれども、どのような内容が正しいのかということをお伺いしたいと、これ赤嶺委員の方からのご質問になっています。でそれからですねちょっと飛ばさせていただきまして、2-11 までちょっと飛ばさせていただきますが、ごめんなさい、2-6 ですね。別表中には原発を直接示す用語はありませんと、原発関係施設の警備に関する情報がテロ活動防止に関する事項として特定機密に指定されるものもあり得るという説明をされましたけれども、その根拠についてお伺いしたいというのが2点目でございます。それからですねちょっと飛ばさせていただきまして 2-11 になりますが、法案のですねテロリズムの定義というあたりですね、政治上その他の主義主張に基づいて国家もしくは他人にこれを強しまたは社会に不安をもしくは恐怖を与える目的で人を殺傷しまたは重要な施設その他のものを破壊するための活動を行うと、この定義はですね政治上その他の主義主張に基づき国家もしくは他人にこれを強制する活動社会に不安をもしくは恐怖を与える目的で人を殺傷しまたは重要な施設その他のものを破壊するための活動という2つの活動というふうに定義していますが、その解釈をもうちょっと明らかにしてほしい。これは赤嶺議員から言いました。それからもう一つ、政治上その他の主義を主張に基づいて国家もしくは他人にこれを許容する活動がテロリズムと定義される場合、この定義のおそらくですねあらゆる政治活動や社会活動が、テロリズムと定義されてしまう可能性があると。で例えば原発の再稼働反対運動、それから原発脱原発を求める運動ですね、もしかしたら消費税引き上げ反対に関する運動などもそうなんではないかと、これらおよそですねテロリズムとは考えにくいんですが、これらの運動は法案が定義する政治上その他の主義主張に基づき国家もしくは他人にこれを強要する活動に該当するのかどうか、その辺をですねお答えくださいということを言います。よろしいでしょうか。2-5とまず2-6のご質問ですけれども、先ほどその言われます捜査情報というものはその捜査との文言をその本当の厳密な意味での法律用語 で、ではなくて、そのおそらく警察機関による活動といった意味でその申し上げているものだと思いまして、すなわちその警察の警備等に関する情報というのを一般に分かりやすく表現したものであると思っています。いずれにいたしましても前回の会合で、申し上げたところですが、すみません、原発のいわゆる事故、原発事故というようなその情報に関しては特定秘密として、指定の対象になるものではないですし、そこで申し上げありません。でそこで前回言ったの申し上げたのはその原発のそのいわゆる警備
警察が行う警備等に関する情報に関しては、それはテロ活動防止に関する事項として、特定秘密に指定されることもあり得ると、そういうことを前回申し上げたものであります。それから 2-11 と 2-12、これ合わせてお答えさせていただければいいと思っておるんですが、条文で申しますと、その16ページの最後の後ろから2行からテロリズムの定義が書いてありまして、ここでその政治上その他の主義主張に基づきとずっと書いてありますが、ここで申し上げておるのは、その国家もしくは、ここでその次出てきます、国家もしくは他人にこれを強要し、または社会に不安もしくは恐怖を与える目的でというその2つの目的が書いてありまして、その目的で人を殺傷し、または重要な施設その他のものを破壊するための活動ということを申し上げておりまして、言っておりまして、すなわちそのどういう活動なのかと言いますと、人の殺傷か施設等の破壊活動を、そういうものを指しております。したがって、そのいわゆる反原発活動というような市民運動といいますか活動は、当然その人を殺傷したり重要な施設その他のものを破壊するための活動ではありませんので、本法案でいうテロリズムには該当いたしません。以上です。じゃあ、人は殺さずに施設も壊さなければ、例えば施設等侵入したということについては、そういうのはもうテロリズムだなんだろうって、テロリズムの定義はとにかく人を殺して、いわゆる施設を壊したものだと、こういう理解でよろしいですか。はい、法文で人を殺傷し、または重要な施設その他のものを破壊するための活動と言っております。じゃあ、この辺ですね、ご質問、国会議員の方中心に、論点でまとめてよろしいですか。はい、そしたら次のですね、知る権利のところに行きたいと思っております。知る権利、ちょっと5点あるのでパパパっていきたいと思いますが、重要な内容もいくつかあります。でまず3-1というところになりますが、本法の処罰対象は行政機関の職員による情報漏洩だけではなく、一般市民や国会議員等の情報取得行為も対象としているという認識でいいのかどうか。これは政府の方がしきりにですね、国家公務員のための公務員を取り締まる法律だというふうに言っていますが、実際にはですね、この情報にアクセスしようとすれば、その市民、または、質問を通じてということになるのかもしれませんが、国会議員も適用対象になるのかどうか、このあたりもう一度確認しておきたいと思っています。それから3-2でありますが、一般市民あるいは国会議員がある情報が特定秘密であることを認識せず、知らなかったということですね。仮に具体的に共謀や扇動を行った場合、結果として本法によって処罰される可能性はあるのかどうか。またある情報が特定秘密であることを認識できる手段、どうやったら分かるのということです。で3点目でありますが、警察が捜査を行う場合ですね、捜査と特定秘密であるかの情報の入手、逮捕はどの順で行うのかということですね。告発があるケースとないケース、それぞれによって違うというふうに思っておりますけれども、そのいわゆる捜査、特定秘密の情報の入手、逮捕という、そのあたりの順序、内容について教えていただきたい。それから漏洩および取得行為の未遂、共謀、強査、扇動ということも、先行する法律の例によってですね、処罰の対象とされていますが、本法律以外で正犯の犯行のみにかかわらず単独で処罰される法律というのは、あるんでしょうかということであります。また共謀、強査、扇動などの段階で処罰する法律はあるのか、なぜ本法では早期段階で犯罪となるのか、そのような罰則を設けたのかと、ずっと質問ではこれですね、福島議員の方がこだわって聞いてきましたけれども、もう一度ちょっとその辺もですね、きちっとご回答いただけると思っております。それから3の5でありますが、行政機関の申請を排除するためのチェックとして、30年後の内閣に承認というのを挙げておりますが、例えばですね、29年後に文書が破棄された場合、内閣あるいは市民等によるチェックを働かせるということはできるのかどうかと。前回文書がですね、破棄された場合には、そのこと自身も公表しませんというようなご発言があったかと思うんですけども、こういうケースどうなるのかなということでご質問させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まず3-1ですけれども、先ほどもまさに
ご説明のところがありますけれども、本法案、特定秘密を取り扱う公務員について漏洩した場合の罰則を規定しているものです。ただし、その公務員以外のものでありましても、暴行や脅迫、暴行やその窃盗などによりまして、特定秘密を取得したもの、あるいは、特定秘密を取り扱う公務員をそそのかして特定秘密を漏洩させたものは本法案の処罰対象となります。ただこの場合には特定秘密であることを知ってこうしあることを認識してこれらの行為を行う必要があります。したがってその公務員以外の人で、その本法案の処罰対象になる人というのはその外国の情報機関などに協力いたしまして特定秘密をそのあえて入手したような例外的な場合で、あると考えておりまして、特定秘密を取り扱う公務員以外の人が本法案により処罰対象となることはそういう例外的な場合を除いて、ないものと考えております。それから3-2ですけれど3の2もお答えしたものが、次にその先ほど3の1と重なっている部分がありますけれどもその漏洩の共謀あるいは扇動というものが成立するためには共謀や扇動を行った者が特定秘密であると認識しているという必要が あります。したがってそのある情報というものが特定秘密に指定されているというその認識がない場合は本法案の処罰対象となるものではありません。それからその特定秘密を取り扱う職員以外のものが公務員は表示によって分かりますけれどもそれ以外のものが取り扱うもの以外のものが何が特定秘密に指定しているかを知り得る立場ではなく認識する手段はないものと考えております。それから三野さんは警察庁さんの方警察庁の方からお答えしますので飛ばしまして私の方から3-4を申し上げますが例えばですけども今の自衛隊法の122条の第1項は防衛秘密を取り扱うことを業務とする者がこれを漏らした時の罰則を定めておりましてその122条の第2項で、防衛秘密の漏洩の未遂罪あるいはその4項では防衛秘密の漏洩の共謀強者扇動を規定しております。本法につきましてもその自衛隊法の防衛秘密制度というものをその本法によって取り込むといいますか防衛秘密制度を取り込むこととしておりまして、防衛秘密に対するそのいわゆる保全のレベルを維持する観点からも同様の規定を置くこととしております。でそういう規定を置く趣旨というのはそのまさにその特定秘密というものをが漏洩した場合にその影響は大きいものでありましてそういうその漏洩をもたらす危険性の大きい行為というのを本法の処罰対象として、しておりまして特定秘密が漏洩することを未然に防止することをがその規定の趣旨であります。それから、3-5ですが、29年後に文書が廃棄された場合はという話でありますが特定秘密が記録されている文書につきましても保存期間がその満了した場合には他の行政文書と同様に歴史公文書につきましては国立公文書館に移管することとなっております。それからその歴史公文書以外歴史公文書以外の文書につきましてはこれも公文書管理法の適用がありまして廃棄する際には内閣総理大臣に協議を行ってその同意を得た上で廃棄を行うことになります。問題は廃棄されちゃったということはどうなのかなんですね。それは分かった廃棄の手続きは分かったので廃棄されちゃったらどうなのか知れるのかしらね。歴史公文書に該当する場合にはそれは公文書館に移管されますし
歴史公文書に該当しないようなものにつきましては、それはそういう手続きを経て廃棄をされるということになります。30年経つ前に廃棄されちゃう場合があるってことですよね。歴史公文書以外の文書に関してはそういうことになります。いや、もう皆さんはご担当なので、恐れずちゃんと分からないなら分からないと言っていただいた方が正しく答えていただいた方がいいですけど、廃棄されちゃった場合は分からないですかね。29年、まあ、手続きはともかく、それでよろしいですか。ちょっと廃棄されちゃう、分からないっていうのはどういう廃棄される場合があるわけで、廃棄をされれば30年後の内閣による承認があったとしてもチェックできないということですよね。30年後の承認がある、承認、要するに29年の話ですよね、はい、廃棄されればその当該文書というのはまさに廃棄をされているという状態になりますので、その文書自体はもう見ることはできません。だから何十年か経って沖縄の密約はどうかって言われても、廃棄されていれば存在しないということになっちゃいますよね。密約のことは別として、その特定秘密の文書に関しては廃棄、その廃棄されれば、歴史公文書に移管される場合 は移管されますけれども、廃棄ということになれば、それはその文書はもう存在しないということになります。分かりました。いずれにしてもそうであれば、全部この特定秘密の文書はそういう手続きを取っちゃえば一つも出てこない可能性があると、こういう可能性があるということも残したということを、はい、じゃあこの論点でありますが、知る権利侵害と情報取得行為ということで、5点挙げさせていただきましたが、これも、ごめんなさい、警察庁ありました、ごめんなさい、警察庁、この3の3ですね、捜査の方お願いします。はい、警察が捜査を開始してですね、検挙に至るまでというのはいろんなケースがあると思いますけれども、まず告発がなされた場合につきましては、これを捜査の端緒として捜査が開始されるということはその通りです。そのと結果、漏洩した情報が特定されれば、その当該情報を保有している行政機関に対して照会をします。で、その特定秘密の該当性を照会して回答を得るということになります。で、その結果、さらに捜査が行われまして、特定秘密を漏洩した被疑者が判明して、かつ逮捕の必要性、まさに被疑者の逃亡の恐れ、あるいは罪証隠滅の恐れといったものを勘案した上で、逮捕の必要性があれば逮捕するということになります。逆にですね、告発がない場合、例えばこれはいろいろと例があるんでしょうけれども、例えば秘密特性の高いと思われる情報がマスコミで報道されたり、あるいは、これはよくありますけれども、別事件で捜索差し押さえを行った際に特定秘密と、例えば記載された書類が発見されたりと、そういった時に捜査を開始するということになりますけれども、そういった捜査を開始した後の流れにつきましては告発がなされた場合と同じであります。以上です。じゃあ今論点5つありました。ぜひご質問の方を中心にいかがでしょうか。じゃあどうぞ。共産党の二比です。今全体として、処罰の対象となるのは、言ってみればその諜報活動をですね行っているような人に限られるんだというような趣旨のお話なんですけど、そういう対象者をですよ、日本政府として全て特定してリストアップできているっていうことではないだろうと思うんですよね。一般市民というこの質問の用語が何を指すのかというのはあるけれども、結局その皆さんが特定秘密として指定したものに対して接近してくるものについて監視し処罰をするという構えでしょう。その時に市民が特定、皆さんが特定秘密としているものに対してアクセスしてこようとした時に、あるいはその言われている共作共謀扇動というような行為をしてきたときに、特定秘密であることを認識しているのか認識していないのか、知ってるのか知っていないのかというのは、どうやって誰が正します？これ拘束して自白を迫るしかないんじゃないですか。警察庁いかがでしょうか。捜査の段階で
ね、ということですね。まあ、確かに気その人がどう考えているかについて、立証するのは難しいんですけども、しかしそれは、まあ、相手方がいればその人たちの供述というのもありますし、まあ、もちろんそれで確定するというわけではありませんけれども、そういったことを含めて慎重に捜査するとしか言いようがありません。という話になるんですよ。でもって、先ほど のリストはあるのかと、そういう、まあ、言ってみれば007みたいなのを正していくっていうリストがあるのかといったら、そうじゃないわけだから、結局あらゆる市民をターゲットにするってことになるじゃないですか。それとね、あれでしょ、その契約業者に機密を提供するということになったときに、そこに関わる人たちはみんなその対象になるんでしょ。ご回答どなたに。まず最初の方の話ですけれども、もう一度ちょっとすいません、管理侵害行為のところでもちょっと出たので、ちょっと申し上げたいと思ってるんですけど、25ページの条文案を見ていただいて、23条のところですけれども、まさにここでその処罰対象としておる行為っていうのは、その典型的には人に暴行を加えた、要は脅迫をして、お前、その特定秘密を持っている人に対して、その出せと、その暴行によってその取得するような行為でありまして、その場合はいくらその法務院に漏洩を防止、漏洩しちゃダメだということを言ってたって、暴行を加えられて、そのあるいは脅迫によっての場合は止められないので、そういう行為を一つはその処罰対象と、取得行為を処罰の対象としているものであります。それからまたは以下 その財物の窃取とか損壊の方は、それはもう公務員がそのちゃんと管理しているにもかかわらず、その例えば施設に侵入をして、その金庫を破壊をして、その特定秘密というものを取っていったと、そういうふうなその行為をその処罰対象としておるのでありまして、そこでその想定されるというのは、まあ、かなりその悪質な行為で、その特定秘密であるということを知った上で、認識した上でこういうふうな行為をやって取ったりしたものを処罰対象としていると、そういうことを申し上げたいものであります。ちょっと私ばかりやってるのがあれだから、私最後にしますけど、そうしたね、知っているかどうかだとかを結局正す、はっきりさせるのは皆さんの立場からすると捜査機関とかになるわけでしょ。だから捕まえて自白させる、それのために強要するということになりませんかということと、それから先ほどのね、例えば脅迫、欺きっていうこともそうですが、疑問っていうこともそうですけど、脅迫っていう構成要件についてはですよ、過去日本の刑事司法においても後に正当というふうにして無罪になったとしても、脅した、脅迫したということで拘束して刑事裁判にしてきた例というのはいくらもあるじゃないですか。官邸前で我々が密約を明らかにせよということで、こうした皆さんが集まってですね、声を上げたら、それによって脅迫されたとか威迫されたとか、あるいはそれのその容疑があるということで我々を捜査の対象にする、あるいは拘束する、そういったことってこの法文上あり得るじゃないですか。この場が別にそういうものだとは思っておりませんし、ここで言ってる脅迫っていうのはまさに脅迫行為、ちょっと害悪を告知するような形で、よこせというようなものでありまして、いわゆるその悪質な行為でありまして、その場合には当然脅迫された側のその公務員というものもそういう認識が あるわけでありまして、そういうところでその当然必要な捜査活動が警察によって行われるものと考えております。それからもう一つ、契約業者の話を申し上げまして、質問があったと思うんですが、契約業者で実際にその本法で漏洩しちゃダメだよっていう対象になるのは、その契約業者の中で実際に
その特定秘密を取り扱うこととなる、そのいわゆる従業員の方々でして、それはその特定秘密をその範囲というのは具体的に誰が扱うのかというのは決める形になりますので、例えば A 社という会社があって、その A 社がもし仮に特定秘密の提供を受けたとしても、 A 社の従業員みんながその特定秘密を取り扱うわけでは通常はないと思いまして、その中の扱う人だけが対象となるというものではないか。その人が同意すればよろしいですか。はい、はい、じゃあですね、2点、2点、早川さん、特別なことのように23条を言うけれど、森担当大臣は西山事件も有罪となるって言ってるじゃないですか、この法律の下で。どこに当たるんですか。それだから私はこれ、23条はその他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為、あるいは取材が適当でなかったといくらでも言ってくれに当たるんじゃないかと思ってるんです。1点。それから2点目はどういうふうにこれが秘密法が動くかというと、バーンと新聞にこんな問題がある、違法盗聴を例えば政府がしてるとバーンと出る、これを漏らした者は誰かっていう犯人探しと、誰がそれを報道したかということがあって、秘密保護法違反だと逮捕されるというようなことが起こりうる。もう一つは共謀の段階、共謀扇動で処罰をするというものすごく珍しい形をとっているので、共謀をやると、でこれ故意だっていうけど未必の故意っていうのもあるので、私がいやこういうことまで外交厳罰で暴けば測定秘密に当たるかもしれないと思いながら共謀すると、警察はどうするんですか。共謀をやってる人間も当たるかもと思いながらもやっている、警察は何が特定秘密かわからない、でどの段階でどういうふうな捜査があって特定秘密だって言って逮捕された後、いやこれ特定秘密じゃないってなるのか、特定秘密だとなるのか、密室の行為があったと言われるのか、どうなるんですか。とりわけ共謀、情報が漏れない段階で、何が情報かわからない段階でこの秘密保護法違反が共謀罪で成立するから、何が分からなくて逮捕されるってことが起こり得る、この点についてもう少し話してくれますか。警察庁、よろしく。特定秘密につきましては、今議員がおっしゃったような、その逮捕されてから特定秘密かどうか分かるというようなことはありえないと思ってます。逮捕する前に必ず確認されない限りはこちらも正式に捜査として動けませんので、その省庁、持ってる省庁、持ってると思われる省庁に確認をして、その結果が来てからということになります。その場合には逮捕されるときは、あなたは特定機密に触ったということが宣言されてやっぱり逮捕されるんですよね。こういうことになります。わかりました、よろしいでしょうか。あとですね、いいですか。あと森大臣の発言に関するご質問ですが、森大臣が発言されたことは、著しく不当な方法というのはどういう場合なのかということに関して、西山事件で、前回その判例、決定をお伺いさせていただきましたが、そこでその手段方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、取材対象者の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙すると、法秩序全体の精神に照らし社会関連上是認することのできない対応のもの、そういうものがその著しく不当な方法によるものもものとして、そういう最高裁決定があるという、その決定を申し上げたものだと考えております。条文だとどれに当たるんですか。条文で言うと24ページのところで、21条でその2項でですね、出版または報道の業務に従事する者の取材行為については、もっぱら公益を図る目的を有し、かつ法令違反または著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとすると、ここの中の不当な方法によるものということに関してのやり取りであると思っております。確認しておきますけど、この間 その森担当大臣の発言は、西山事件はこれに当たると、そういう発言だったでしょう。
この21条の2項を説明したのではなく、21条の2項、まあ、この法文がこうやって出てきましたから我々も分かるようになりましたけど、21条の2項の著しく不当な方法によるものと認められると、西山事件は、だから西山事件が、この本法がもし法案ではなくて実際に施行された後に西山事件のような対応の取材活動が行われた時には、著しく不当な方法によるものと認められるんだと、だから処罰の対象なんだということを言われたんでしょ。そうだ、あの先ほど申し上げた、その読み上げました、その西山事件の最高裁決定の、その著しく不当な方法によるものとしてのそのものでは、先ほどのその刑罰法令に触れないものであっても、以下のその社会関係を是認することができない対応のものである、そういうその最高裁決定に関して申し上げたものであります。じゃあ処罰されると言ったわけで、どのだって21条はあの処罰のあれじゃないじゃないですか。どの条文で処罰されるんですか。何が秘密なんだっけ。分かりました、これ多分森大臣にやった方が森大臣の発言ですので、あの森大臣にやった方がいいかと思いますので、あのこちら守る側ですので、多分もうこれ以上は無理かなと。あと私の方からですね、3の2なんですけども、先ほどご発言とかご回答の中で、一般市民あるいは国会議員がですね、ある情報が特定秘密になっていることは分からないという場合は罪に問われないというふうにおっしゃってたんですけども、そうなると最初が特定秘密は何だか分からないわけでありまして、誰も罪には問われないという解釈でよろしいでしょうか。あの従ってその通常の方々がその特定秘密であると認識している必要がありまして、通常の方々が本法の処罰対象となるものではないと申し上げているところです。つまり、ね、認識できなければこの処罰できないし、また逆に言うと未必の行為があっただろうとか強引にやればみんな未必の行為があったことになるんじゃないですか。国会議員や市民は特定秘密なんて思わなかったって言えばいいのかしら。どうなんでしょうか。あのあくまで特定秘密であるというその認識の有無によって判断されることになります。まあそれはそれで、じゃあ大事な発言でしたので、よろしいでしょうか。先にじゃあ時間も迫っておりますので行きたいと思います。でちょっと時間迫ってます。できれば会場 あの発言もいただきたいと思ってますから、スピードをちょっと上げていきます。適正評価と国会裁判所をまとめていきたいと思っております。適正評価のところでありますが、適正評価の対象となる職員数の数、まあ、前回も6万5000だとかっていう数が出てまいりました。アメリカなどに比べて逆にですね、秘密情報の取り扱いの数が多くて、まあ、アメリカなどでは問題になっているということもありますよ。日本でも早急して試算して公開するべきだというふうに考えてますけども、いかがでしょうか。それからあの国会裁判所の方も続けていきたいと思っております。5の1でありますが、特定秘密を公開するべきということを裁判で訴えることはできるのか。できるとすると特定秘密の内容は公開されるのか、また裁判自身は公開されるのかどうか。5の2であります。情報を取得行為によって国民あらかじめ、具体的に何の情報を取得しようとすると犯罪になるということは知らされているのかとか、ちょっと先ほどの質問にもつながってくるかと思います。それから5の3でありますが、情報漏洩及び情報取得について刑事裁判となった場合、裁判では何が特定秘密であるかが公開されないとすると、どのように訴状がかかれるのか、また裁判の場で裁判官や弁護士が秘密情報を入手した場合の情報の取り扱いはどのようになるのか。5の4であります。本法で情報漏洩により逮捕された行政職員が行政の長の秘密指定が誤ったとの裁判を起こした場合は、当然にその内容は公開されるのかどうか。5の5であります。行政職員等が違法に盗聴しているということを告発した場合に、情報の出し手及び受け手はそれぞれ懲罰されるのかどうか、処罰されるのかどうか、この辺お答えいただければと。まずあの最初の適正評価に関する点でございますが、適正評価はあのこの法律上ですね、特定秘密の取り扱いの業務を行うことが見込まれるものに対して行うものでございます。
ですので、この法案が、成立することになりまして、特定秘密として指定される情報の件数等がですね、明らかになった後でなければ、適正評価の対象者数を正確に積算することはできません。次に5-1の国会裁判所の一連の関係の事例のご質問ですけれども、特定秘密が記録されている文書について情報公開請求がなされた場合には、についてもその情報公開法に基づきまして、開示不開示の決定を行うことになりますが、特定秘密にかかる部分はその性格から不開示と判断されるものと考えております。でそうしたその不開示決定につきましては、行政事件訴訟法に基づき、不開示決定のその処分の取り消しを訴えることが可能でありまして、その公開の裁判の中で、仮に当該請求が裁判所によって認められることとなれば、特定秘密にかかる部分に関しても、不開示決定が取り消され、開示されることになると考えております。それから、情報取得行為についてのお尋ねですけれども、これは先ほどから出ておりますその特定秘密の取得行為が成立するためには取得行為を行った者が特定秘密であると認識している必要があります。それから 5-3 の裁判の話ですけれども、今までもこれまでの秘密漏洩のこういうその事件の刑事裁判におきましては秘密自体をその裁判所に提出するわけではないんですけれども、その秘密が実質的に非正があるということをその立証する方法が取られておりまして、具体的にはその秘密の指定基準、どういう形でその秘密を指定をしするのかといったその指定の方法など、そういうそのことや、あるいはそういう実際にその秘密指定自体が行政府内部においてそういう基準にのっとって指定されていること、あるいは実際にその秘密がどういうその性質のもので秘密としての取り扱いをしなきゃいけないのかということを立証することによって、その秘密が実質的非であることを立証することをいたしております。それからその行政機関が裁判の場で、特定秘密を提供する場合ということで、考えられるのはその期日前公判手続き等によっておきまして、場合によってはその証拠の提示命令みたいなのがインカメラ審査の形でなされる場合が可能性としてはありますが、その場合も結局はその裁判所に対する提示でありまして、弁護人が裁判の場で特定秘密を入手することはちょっと考えられないと考えております。でちなみにそのインカメラ審査のために特定秘密の提供を出た裁判官が特定秘密を漏洩した場合には、その本法によって、処罰の対象となります。それから 5-4 ですけれども、その裁判を起こした場合に当然にその内容は公開されることになるのかというご質問ですけれども、特定秘密はもともと漏洩が我が国の安全保障に著しい支障を与える恐れのある情報だということでありまして、こういう裁判が起こされたことをもってこれを開示することにはならないと考えております。それから 5-5 はちょっと違法にそのちょっと仮定の話でありますので、なかなかお答えするのが難しい話なんですが、その違法に盗聴しているということをその仮にその特定秘密として、指定するというそういう問題意識のご質問ですか。いや、
そうでありますと、そのもともとそういうその違法な行為というものを特定秘密として、指定することはありませんの でちょっとそういうそのごのごのような事例に対してはちょっとそういう事例というのは想定されないというものであります。スノーベさんみたいな事案があったら日本の場合は、ある人が政府は違法に盗聴しているって言って、告発をして報道された場合、それは無罪というか何も処罰されないということですね。スノーデンの事案といいますか、そのはちょっと個別の具体の事案でありますので、今お答えするというものではないと思っておりまして、その違法な行為というものをその特定秘密として、指定をするということはありませんということを申し上げております。もしじゃあ違法性が明らかだったなった場合には自動的に特定秘密が外れるという理解でもよろしいでしょうか。外れるというか、その違法な行為というのを特定秘密として指定することはありませんということであります。話噛み合ってないでしょう。違法にであれ何にであれ、収集された情報やあるいは政府間で共有された情報ですね、スノーデン氏が告発をしたような形や、あるいはメルケル首相が抗議をしているような盗聴で、アメリカは情報を収集蓄積しているわけでしょ。フランスの件もありますが、でそれを共有したいんでしょ、NSC のもとに。そのために秘密保全体制が必要だって言って総理が先頭に立って言ってるじゃないですか。でそうやって情報が共有されたときにそれが特定秘密になるんでしょと総理は一生懸命言ってる。だからアメリカの情報をくれって言ってる。でそれが日本であらわになったら秘密保全法のこの処罰や監視の対象なのは当たり前じゃないですか。そうでしょ。だから違法な盗聴行為そのもの、だから盗聴行為そのものを秘密と指定するっていうのはちょっと考えにくいかもしれないけども、どんな形であれ得た情報は秘密なんでしょう。違いますか。いかがでしょうか。申し上げているのはそのご質問はその違法なその行為を秘密指定としてすることがあるのかということに関してないと申し上げているものであります。だからその質問じゃない、私が聞いているのはそしたら質問違うという質問で考えてもらってもいいです。今の日本の刑事訴訟の言葉で言うと違法収集証拠という形でもいいです。盗聴として違法であろうが、まあ、そもそも盗聴なんて違憲だと私は思いますけど、違法であってもそこで得た情報というのはこれ特定秘密にしないんですか。日本においてそういう違法な形で収集した情報はないものと。やりますよ。それからアメリカを中心に、ね、発言では大事なことでありまして、それは特定秘密にしないということをここで明言されたというのは大きな内容でもありますので、あるないの以前にそれは特定秘密にはならないということで、それはよろしいですよね。我が国、日本において情報収集しているものはその適正に収集された情報であるということをお答えしております。じゃあ例えばアメリカの艦船かなんかで核を積んでですね、いわゆる湾内に入ってきたというような情報がもし防衛上あったとしても、それ自身は日本の国内法に照らし合わせると違法であるという場合は特定秘密にはかからないという理解でもいいですかね。ちょっとすいません、仮定の話で、申し上げないとちょっと答えができないんですが、日本で我が国でその収集しているその情報というのは適正にその収集された情報であるということであります。何かが行われている違法だと思われることについて告発する場合はそもそも秘密保護法の指定なんてありえないから関係ないということを今日おっしゃったわけですよね。もう一度ちょっとつまりさっきの核を積んだものが、
沖縄 の, あの湾岸に実は入ってた、佐世保に入ってた、これを告発した場合、違法なことなんていうのは日本はやっちゃいけないわけだから、違法盗聴も含めて、それについてはそもそも秘密しているということはないということですね。ちょっと個別 の, その家庭の話に関してはそのお答えはできないですが、いずれにいたしましても日本は国でその収集している情報というのは適正に収集された情報であります。すみません、非常に重要なことで、裁判のことなんですが、弁護人はその秘密に入手できないっていうと、どういう裁判をやるのか、つまり戦前の軍事秘密法は公開でやったとしても何議論してるか分からなかったと聞いてるんですよ。で、表現の自由については非公開にできない、じゃあ公開された法廷で特定秘密が出てくるのか出てこないのか、つまり共謀の場合、あなたは特定秘密違反で逮捕されました、私国会議員福島みそが言われる、そして逮捕されて、で裁判になって弁護人は特定秘密とは何かって暴こうとしてアクセスできないわけでしょ。特定秘密を明らかにしておくとできない、インカメラ方式で裁判前手続きでその情報が出たとしても、じゃあ公開の法廷でこの特定秘密はおかしい、福島みずほが暴こうとしたのは正しいというふうに言おうと弁護人がしたら扇動になるんですか。本当にどうやって被告人を守るんですか、特定秘密にアクセスできなくて。それは扇動にはなるものではないと、弁護活動でありますので。弁護人が特定秘密にアクセスできなかったら一体どうなるんですか。その秘密としていることそのものがおかしい、密約をこの特定秘密としていることがおかしいっていうのを法廷で言うこと可能なんですか。さっき秘密に弁護人は入手できないって言ったじゃないですか。何をもとに裁判やるんですか。その秘密であることの立証はその訴追側で行うことになりますし、実際にその実質規制を立証するためには秘密が指定をされておると、その指定が手続きのもとって行われている。その秘密の中身は法廷に出ない場合があるわけでしょ。出ないでしょ、出ないでしょ。秘密が秘密である限りは提出するで、つまり裁判の公開があってみんなが傍聴して特定秘密が出てこなかったら弁護人もそれに触れることができなかったら、なんか私やったような気がするけど何に触れたんだろうって分かんないじゃないですか。どうやって弁護するんですか。ともう一つは、それは秘密であるべきでないっていうふうに思った時に具体的な情報がなければ争えないじゃないですか。何か触れたかもしれないっていう裁判なんですか。その具体的な行為に関しては立証していきますし、秘密の内容に関してはその実質秘であることを秘密の指定の手続きとか、その違うんですよ、指定の手続きじゃなくて中身なんですよ。これも法律論の中にもありますので、ぜひ国会の方でこれ以上はやった方がもう多分水かけになってますから、まあ、市民の方々は多分これは相当問題があるなということを理解していただいたと思います。他にはよろしいですかね。ちょっと皆さんの発言質問も残したいので前に進みたいと思いますが、じゃあ報道の自由とパブリックコメントをまとめてやって、即回答いただいて、会場からもご質問いただけることです。まず報道の自由で、幼稚朝掛けのケースであります。望遠レンズによる、撮影、放置された書類を見る、壁に耳を当てて盗み聞き、酔わせて聞き出す等はマスコミ、配慮規定の一時不当な行為に該当しないとのことでありますが、これらの対象となった行政職員等は処罰の対象になるのかどうか、それからパブリックコメントですけれども、これは前回のところでありましたが、要求させていただいたパブリックコメントの詳細版についての、出していただける記述をお約束いただきたいということなんですけど、いかがでしょうか。はい、まず報道の自由との関係の件ですが、著しくその不当な方法に該当する取材行為か、もしくは該当しない取材行為かにかかわらずですね、公務員が取材の相手方に特定秘密を漏洩すれば、この法案で処罰の対象となるということでございます。それからパブリックコメントについてですが、この私ども意見募集と言っていますが、その結果につきましてはすでに公表しておりますし、
お示しした通りでございますので、それ以上に詳細なものは作成しておりません。作成してくださいって言ってるんでしょ。全部出してください。全部出せって言ってるんですよ。必要ないです。そのパブリックコメントは出せないんでしょうかね。中身を全部なぜ出せないか理由を説明してよ、きちんと。これはすでに今申しましたとおり、すでに公表しましたし、お示しした通りでございますので、それ以上に詳細なものはありません。じゃ すみません、質問に移りたいと思います。一点、その報道自由の中で、望遠レンズによる遠くからの撮影とかですね、壁に耳を当てて聞かれたということで漏れちゃった場合に、それでも公務員の行政職員というのは処分されちゃうんですか。そういうことで聞いているんですけれども、かなりこれは行政職員からすると酷な話じゃないかなという気もするんですけれども、これでもやっぱり処罰はされるという意思でよろしいでしょうか。すいません、そういう意味ではちょっとお答えが雑白でありました。厳密に言うと、夜打ち朝焼き取材であれば当然その記者の方から取材があって、それに対して回答するっていう行為がありますので、行為には処罰対象となります。それから、望遠レンズによる撮影という部分に関しては、ここになってくると、その故意っていうのはちょっと普通は考えられないと思いますので、過失として、その秘密を管理している側がちゃんと漏洩ができないような確保をしているのかということとの関係で、個別の判断になってくると思います。それから放置された書類を見るというのも、その携帯によると思いますけれども、例えば机の上にこう執務室の机の上にこう放置して置いておるというような場合には、ちょっと管理が適切でないという意味で過失の可能性が出てくると思います。それから壁に耳を当てての盗み聞きというのも、ちょっとそういう、そのこれも携帯によると思っておりまして、普通その秘密をそういう形で管理をして取り扱う場合には、その漏洩をした、漏洩防止の措置を図った上で、そういう部屋で取り扱いますので、これはちょっと時と場合によると思います。それから酔わせて聞き出すという行為ですけれども、これもその飲酒をして話すということになれば、普通はその通常行為といいますかがありますので、これに関してはいわゆる漏らした側は漏洩の対象になると、そういうことで考えております。はい、ありがとうございます。そしたらですね、時間も迫ってまいりました。ぜひ今回はですね、参加されている方々から直接質問をいただいてご回答いただくというふうにしたいと思っております。できるだけ質問の方ですね、手短にというか簡潔にしていただいて、お答えも明瞭にしていただくというふうにしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあ前のお願いします。フリーのジャーナリストの田中隆作と申します。報道取材の自由についてお伺いいたします。ウキリークスが典型的な例のように、政府にとって最も厄介なのがインターネットです。でフリージャーナリストの大半は、このネット活動の場としております。そうなると、この法律の概要にありますように、もっぱら公益を図る目的を有しとありますが、新聞だとか大新聞とか大テレビ局でしたら公益だってこう大乱ピラ晴れますが、フリーの場合ですね、公益だとなかなかね、公の機関が認定してくれなかったりするんですね。そうなった場合、通信傍受法とかも絡むんで、簡単にこれフリーのジャーナリスト引っ張れるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。どなたに、警察庁ですかね。まず警察庁に聞いてください。どちら、ちょっとその、はい、お願いします、お願いします。ここで、ページで言いますと、今、24ページの21条の先ほどちょっとご紹介した条項のお話であると思いますが、ここで言ってるその出版または報道の業務に従事する者というものに関しては、当然その、
をいわゆる大新聞とかそういう通信社だけではなくて、報道の業務を行っておるその個人のいわゆるフリーランスの記者の方々もここに入ってくると思っています。で、入ってきます。それでそのもっぱら公益を図る目的っていうのもその通常のその取材活動はこれに当然入ってくると考えておりますが、その例えばっていうのでその例外的な場合でそのテロリストが報道機関と偽ってテロの情報収集をやってるっていうような場合はさすがにこれはもっぱら公益を図る目的とは言えないという場合があるのでこういう規定をしているものであります。警察庁さん、ぜひお願いします。特定秘密ということの、認識というのがなければ、その取材ということだけではわからないはずですから、その先ほどの質問は、特定秘密というのが分かった上で何をするとかいいかがですか？いや、特定秘密ってわからないじゃないですか。全然知らされてないんだから。ですから、それで何か、例えば公の機関に取材をしようとしたと。ネットジャーナリストが使用し、取材、フリージャーナリストが使用し、取材をしようとしたと。そうしたら、まあ、なんかね、特定秘密に触れたと。で、その場合、知りませんからね、地雷踏むのと一緒だから知らないと。その場合、もっぱら公を図る目的を有してないというふうに見なされて、引っ張られるんじゃないだろうかと。そのようなことはありません。どうしてですか？特定秘密ということを認識されずにやるということですよね。認識は法文上どこに書かれているんですか？どれが認識なんてわからないじゃないですか。法文上どういう根拠があるんですか？認識問題は。ぜひちょっと警察庁の方、大丈夫もう一度大事ですか？よろしい。いや、警察庁にお願いしたいんです。警察庁はどういう理解されているんですか？今おっしゃったような論点で言うと、やはりその特定秘密というのは何かというのは分かった上での行動を規制してますので、分からないのはということであれば、それは引っかからないと思いますけど。でも例えば自衛隊のかつて道や作戦研究であるじゃないですか。あれは例えばとても重要な情報で日米間の、核の問題を暴こうなんて思えば特定秘密かどうかわからなくても別表に当たる可能性が極めて強いでしょう。だとすると、結局実はこれが特定秘密かもしれないがもしそうだとしても構わない、つまり未必の故意は故意ですから、特定秘密だと厳密に知らなくても、そしてフリージャーナリストもさることながら今も市民活動家とフリージャーナリストってこう延長線上にあるから、市民活動家が情報を取ろうとしたら未必の故意があったと言われるんじゃないですか。国会議員だって分かってるわけだから。でもその取材の方法についてはこの著しく不当な方によらないということであればかからないと思いますけど、いずれにしてもじゃあ秘密指定ということが分からなければもう捕まることもなければ立件されることもないという認識でいいですよね。そう断言していただけますか？そこだけ断言してください。特定秘密という認識がないとそれはもちろん分かりません。というのが分かりました。はい、じゃあ次の方よろしいですか？じゃあ後ろの方どうぞ。はい、出版農連の前田と申します。第7章罰則のことなんですけれども、22条その他のところも同様なんですが、または情状によりという、条文があって懲役と罰金を併科するということになってますね。似たような法律が覚醒剤取締法の41条に あって、で非常にこれは覚醒剤のことですから非常に厳しくなるのは分かるんですけれども、この法案、今回の特定秘密保護法案であえてこのように懲役と罰金を併科するその情状っていうのは一体何なんでしょう。非常にそうでなくても厳しい罰則なのにさらにわけのわからない情状で1000万円というのを加えている、その理由とその中身を知りたいんですか？はい、じゃあこれはどなたに。まさに覚醒剤の例を挙げられておりますが、ここで秘密の漏洩する側の行
為としてですね、その多額のその現金を積まれて、漏洩する場合というのがありますので、そういうことを考慮してこの陛下というものの刑、OK、を定めたものであります。はい、他には、じゃあどうぞ。ここでは情状によりまたは情状により10年間の懲役および1000万円の罰金処分なので、懲役と罰金が定価ということです。典型例としてはそういうことが考えられると思います。はい、じゃあどうぞどうぞ。ご話を伺いまして、まず罪刑法定主義に、触れているということと、それからやはり刑事裁判における、適正手続きの方がなされていない、そしてまた国権の最高機関である国会の権利というものが大きく侵害されているんで、憲法違反だと思うんですが、この辺いかがでしょうか。この辺りはじゃあ法律の構成要件につきましては、自衛隊法の規定あるいは管理侵害行為の規定するその不正競争防止法の規定、そういう例と同じようなものでありまして、ものであります。それから国会との関係につきましても、その国会法140条の中で国政調査権、等でこれまで、その特定秘密であれば国の重大な利益に関わるということで、その声明を出さざるを得ないような場合についても本法では提供ができるというようなものであります。それで、そういうものでありまして、各憲法には当然その従った法案であります。はい、他には、はい、じゃあどうぞ。お女性の方に。2点あります。まずこのカラーのページのそもそもの特定秘密の内容について、丸3、特定有害活動とは何でしょうか。それからもう2点、5番の5の3と5の4ですけれども、この場合裁判の場で特定秘密が公開されないということは司法に明かさないということだと思うんですけど、単純に言って、そうすると行政は司法の判断を受けないということになり、これは三権分立に違反すると思いますが、いかがでしょうか。まず特定有害活動の内容につきましては、法律の中で定義をしておりまして、16ページにその特定有害活動というものの定義を置いております。で、そこではここでちょっと長いんですけれども、括弧内で公になっていない情報のうち、その漏洩が我が国の安全保障に支障を与える恐れがあるものを取得するための活動、これが一つの塊でありまして、それからその他に核兵器、軍用の化学製剤、ずっと出てきまして、時間内で飛ばしますが、輸出しまたは輸入するための活動、それからその他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ我が国および国民の安全を著しく害し、害する恐れがあるものという規定をしております。冒頭に申し上げましたものが、いわゆる、スパイ活動みたいなものでありまして、2番目のものがその核兵器 その取引みたいな活動であります。それから3番目のものというのがその他の活動でありますけれども、例えば例示で申し上げますと、土地問題のようなその外国が日本人の拉致を行うようなものを想定しております。それから2点目のその裁判のお話ですが、これは先ほどもその申し上げたものでありまして、その特定秘密というものを直接それを裁判の中で秘密を保護するためには出すものではありませんけれども、その秘密というものが手続きにのっとって
指定をされており、かつその秘密が実質的に、保護すべきものであるということを裁判の中で実証していくことによって、説明していくことになります。はい、それでは、じゃあ今もう時間がありますので、手を挙げている方を中心に最後にされますが、じゃあどうぞ、後ろの男性の方。杉原と言いますけれども、橋場さんの質問ですが、先ほど最後のパブリックコメントの詳細なものを要求しているときにですね、お答えとして、すでに公表しているし、それ以上に詳細なものはございませんと、シャーシャーと言われましたけれども、9万通以上のものをですね、わずか A4 1枚半にまとめるっていう、あなた方がやってる仕事自体が、これ以上に粗劣なものはないんですよ。でね、あなたご存知かもしれませんけど、昨年の夏頃ですか、民主党政権の時代にエネルギー基本計画をめぐるパブリックコメントがありました。あの時は8万9000件が集まって、まあ、今回と同じぐらいの数が集まったんですが、それに対してですね、政府はほぼ全てをですね、ホームページで公表したんです。でね、今特定秘密に私たちのパブリックコメントが指定されているわけじゃないでしょうね、そうである以上、主権者である市民が出したパブリックコメントを公表する、そのことをですね、サボる、隠蔽する権利はあなた方公務員にはないんですよ。でね、そもそも答え方がもう失礼千万でしょう。国会議員と私たち市民が何度も詳細なものを公表してくださいって言い続けているのに、今日またね、これ以上詳細なものはないとか、そんなことを平気で答弁することは失礼ですよ。謝罪してください。そしてね、最後です。終わりにしますけれども、ですからあなた方がパブコメをね、隠す権利がない以上、今日この場できちんといついつまでに、全てとは言いませんよ、全く同じものはまとめてもいいですよ、それぐらいは許しますけれども、少なくともできる限り詳細なものをいつまでに、いつ頃までに公表するということを確約して帰ってください。答えてください。お答えいただけますでしょうか。はい、お答えは先ほどいたしました通りでございますので、その結果につきましてはすでに公表しておりますし、お示しした通りであり、それ以上の詳細なものは作成しておりません。作成してください。ちょっともうこれは召しかけるようになりますから、我々国会議員としても公務の代表なんで、ちょっと強く要求はしていきますので、それでよろしくお願いします。またちょっとこの件は後で要求というより実現させてください。こんなことでね、まかり通るという前例作っちゃいけないと思います。お願いします。そしたらじゃあ時間がありますので、後ろの方どうぞ。すみません、この法文の25ページ、26ページのその罰則の内容についてお伺いしたいんですけど、まず第23条、先ほど福島議員も触れられてましたが、その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為、これは何かたる内容と、どう見ても並列に読めます。ですから、このその他のっていうところを、などのというふうに変えてください。じゃなくて、危なくてしょうがないです。で、あともう1点、24条の説明が先ほど知る権利の関連であったんですけど、ここの説明をされたときに、内閣府の方がですね、23条の特定秘密の取得行為に関してのみ説明があったんですが、この条文自体は22条1項にもかかってます。で、特定秘密漏洩行為、例えば、国会の審議の中で、国政調査権によって議員の方が、質問したときに、特定秘密であるから答えられないという回答があったときに、私たち国民がですね、国会の前や官邸前で、その特定秘密を明らかにせよというふうに言ったときに、これは先導会として処罰されるんでしょうか。そういうことになります、なりますか。特定秘密と分かっていて、いわゆる今、表現の自由として認められている憲法21条にある表現の自由というのは、国家が国民に対して嘘をついていたときに、
それを明らかにしろということを保証する権利だと思います。どうでしょうか。それでもう明らかにもし、私はこの条項に関しては、現在の憲法21条の表現の自由を著しく侵害すると思います。以上です。いわゆるその他をなどと、ちょっとなどっていうのもですね、国会用語でかなり気が悪い表現で幅持っちゃうんですけども、だからこの辺を変えて、いわゆる上の条項を確定するという文言に変えられないかどうか。まさにその25ページのその23条は、その他のというのは、こういう形で例示をして、その他のというのがあくまで例ですというのが、法文上の決まりになっています。違うじゃないですか。この本チェを見ると、1、2、3、4、5、6、2項以外の特定秘密の保有者の管理を侵害する行為と説明してるじゃないですか。つまり、特定秘密の保有者の管理を侵害する行為は、人を欺き、人に暴行を加え、施設への侵入、不正アクセス行為以外の特定秘密の保有者の管理を侵害する行為というペーパーを略書作ってるじゃないですか。これが公害になるからダメだというふうに言ってるんですよ。いかがですか。それは2から5まではもうすでにここで列挙されているので、この説明のところでは2から5以外のという形の書き割りをさせていただいているのであります。それから、先導のお話ですけれども、先ほども言われてた、そういう一般的にその特定秘密を出せという形で運動されるようなことというのは、ここにいる先導には該当するものではないと考えております。ありがとうございます。そしたら、それでじゃあ情報が出た時には罰則にならないんですか。それで国会議員の方が、公務員の方が、特定秘密をしている方が情報を出した時、それは罰則対象ですよね、公務員は。でそれを調査したということは先導調査にならないんですか。じゃあどうですか。24条の対象になりませんか。そういう一般的な形でその教査をするというものに関しては、それはそもそもちょっと教査には当たらないものでありますというかですね、今の話は例えば沖縄の密約があるではないかって、まあ、存在しないっていうかもしれないけど、それは特定秘密だから答えませんって言った時に、特定秘密の中身具体的になってるんですよ。みんなが集会や官邸前で沖縄返還の密約がある、それは明らかにせよっていうのはかなり特定してるじゃないですか。出る以前にこれは先導ではないんですか。具体的なその働きかけ行為といいますか、そういうその行為をやっているわけではないので、それは当たりません。はい、じゃあどうぞ。治安情報同盟の山崎玄と申します。私は罰則の問題についてご質問したいと思います。私はこれまでの人生の中で、この秘密保護については3回目の体験であります。最初は戦時中の小学校2年でございましたけれども、軍機保護法の40年ぶりの大改革がございました。でこの時ですね、最初の攻撃の法案は死刑法でございまして、1985年の2回目の国家機密法のですね原案も、第一次原案は死刑法。今度の提案の政府検討の過程でですね、原案を作成する検討の過程で、軍機保護法のこと、国家機密法の時のこと等歴史的にですね、考え合わせて死刑法にする、あるいは無期または死刑法にするという論議があったのかないのかです。そのことをまずお聞きしたいと思います。それからもう一つ、このカラーのですね、今日いただいた説明のポイントと説明資料にですね、罰則のところに10年以下の懲役ということだけは書いてあると思いますけれども、法案のですね22ページでございますか、あ24ページでは、その22条を見ますとですね、条文により懲役10年、私はこれをまたはというふうに新聞市場での
報道は見ておったんですけど、逆に上旬より10年以下の懲役およびと、および1000万円以下の罰金と、こうあるわけですね。およびというからには僕はダブル懲罰だというふうに思いました。そうしますとですね、私も実は国家公務員だったんでございますけれども、私がですね、もしも懲罰を受けた場合には、懲戒免職ですね、それから10年の懲役ですね。そうしますとですね、1000万円の金はどこから出すか。家族に類が及ぶと思うんです。関係のない家族にまでですね、一番老頭にまで類が及んで、そうして家族を挙げて罰金を払わなきゃいけない。こんなような状態までですね、陥れられる、まさに人権を個人からですね、逆に家族に広めていく。了解しました。じゃあこういうですね、影響を持つのだと思いますけれども、そういう意味でいかがでしょう。よろしくお願いします。まず、死刑の罰則の話ですが、法法は先ほど出てきました、その国家機密法とか、その前回のいわゆるスパイ防止法というものではなくて、特定秘密の漏洩を防止するためにどうやって保護するのかという観点で検討をしております。したがってその罰則もその特定秘密を漏洩を防止を図る観点でどういう法定刑が適切で、あるのかというのをその他の法令の罰則を検討しながら検討いたしました。で例えばで申しますと、懲役10年と言っておりますのは営業秘密の不正取得、あるいは刑法で言いますと詐欺、それからMDA 法って我々、申しております特別防衛秘密に関するその法律、そういうものに関しましては罰則が10年と、漏洩の罰則が10年という、すいません、不正取得とか漏洩の場合の MDA 法の漏洩の場合10年とありますので、そういう形でそういうさまざまな法律のバランスを見ながら10年という規定をさせていただいたものであります。それから上場その22条の、規定の話ですが、まさにここで、10年以下の懲役に処しまたは上場により10年以下の懲役および1000万円以下の罰金とありますが、それは先ほどもご質問がありました通り、他の例としては覚醒剤の取締り法でもこういう規定例がありますが、ここで言う趣旨はまさにその秘密を漏洩するときに、お金を積まれて、不正な獲得をしてそういう形で漏洩をする場合もありますので、こういう形での罰則を規定させていただいたというものであります。それじゃあもう最後一つにしたいと思いますが、三宅さんが手を挙げた、はい、じゃあどうぞ。すみません、お時間いただきましてありがとうございます。第9条のところで、外国に対する情報提供ですけれども、保護するために措置をきちんと講ずることをしている国には提供するというようなことなんですが、その国で例えばアメリカでもして、そこで日本は大変厳しい罰則だとか適正評価があるわけなんですけれども、そちらでの適正評価だとか罰則とかが同じようになってないと、簡単に外国の方から漏れてしまうということが起こり得ると思うんですけれども、このことに関してはどうなんでしょうか。まさに今どちらかと言いますと反対の状況でありまして、そこでこの法律が必要だと申し上げておるんですが、まず情報交換するときにはそれぞれで情報が保全されているというか保護されているということが前提になるわけですが、外国ではこういう種の情報を扱うときに適正評価があったり、
適正評価をいわゆるクリアランスって外国では言ってますが、そういうものをその受けたもののみが扱うとか、あるいは相当重い罰則を規定しておるわけですが、本法といいますか我が国の中ではそういうその適正評価制度というのが法律上の制度としてありませんし、罰則についても一般の守秘義務であれば自衛隊以外のものに関しては1年以下の懲役であると、そういう制度になっておるわけでありまして、そういう意味で、情報交換をより行うためにも秘密の保護が確立されていることが必要と考えております。で、逆に我が国においても我が国のこういう重要な秘密というものを外国に対して提供する場合には、当然外国においてそれの秘密の保護の措置がなされていなければならないということで、9条のような規定を設けたものであります。すみません、ちょっとアメリカの例を出して申し訳なかったんですけれども、確かにアメリカはまあ罰則は厳しいけれども、まあ、公開はされると、まあ、そういう面があると思います。で、まあ、適正評価についてもここまで厳しく、まあ、家族まで及ぶほど、まあ、されているかどうかというところもあると思うんですけれども、他の国々はまた違うと思いますので、まあ、そのことも踏まえて、質問させていただきました。まあ、一通り質問他にも多分あると思うんですけども、すいません、もう時間が12分過ぎてしまった会場の制度でございます。確かに今回まだまだ十分なですね議論が進んだ状況ではないと、いくつか要は行き違いとかですね、まだ分からない点があるかと思います。いずれにしてもここから一つ国会論戦にもなってまいります。そういうことも踏まえてですね、この勉強会としては今日の内容も議事録という形で上げさせていただいて広く公開していきたいというふうに思っています。今回、市民の方を含めて150名の方々に参加いただきました。私の司会もですねちょっとつながってですね、時間の方それから議事整理の方十分ではなかったと思います。反省点もありますけれども、まあ、なんとか3回合計6時間に近くですね、本件の内容を省庁交渉という形でやらせていただきました。まあ、いずれにしても、まあ、できるだけ丁寧にということで、多分配慮をいただいたなというふうに思いますが、省庁の方々お時間をですね、いつも取っていただきまして、ご参加いただきました。本当にありがとうございます。改めて主催者代表してお礼申し上げております。ありがとうございました。そして皆さんもですねお忙しい中この勉強会にお越しいただきましてありがとうございます。これから勉強しただけではダメだと思います。この内容を踏まえてですねこの法律の問題点をもう一度明らかにして対応していくと、まあ、非常に問題がまだまだ多いということもはっきりしてきましたし、今回の件必ずですね活用して国会活動それから立法活動に役に立たせていきたいと、まあ、こういうふうに思っております。でもう一度締めくくりにですね呼びかけに藤間さんいいですか、どなたかじゃあせっかくなんです、言ってだけ言いたいと、はい、秘密保護法は私は一言でない秘密保護法というのが本当に大事で、私たち国会議員も市民もジャーナリストも逮捕されるかもしれないっていう、今日の中でも本当にまだまだ分からない点や平行線になっている点で正したいことはたくさんあります。秘密保護法今の法律で十分で、秘密保護法を明らかに作るこんなたくさん穴があっていっぱい問題がある秘密保護法を本当に作る必要はないというふうに思っていますが、これから勉強と運動と、それから共有とまたしっかりやっていきましょう。またご参加ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。開きにしたいと思います。本日はどうもありがとうございました。